ウィリアム・ナサニエル・ショー・ボルター3世は、アメリカ合衆国フロリダ州ウォルトン郡、デファニアクスプリングス出身の元プロ野球選手、監督。左投げ左だ。1977年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され入団。1983年までの7年間を、ヤンキース参加のマイナー球団で過ごし、現役を引退。 1984年は、フォートローダーデールヤンキースの三塁コーチを務め、1985年から1989年にかけて、ヤンキース参加のマイナー球団監督として360勝207敗を記録。1990年から1991年にかけてヤンキースのコーチを務め、1991年10月29日に、 ヤンキースの監督に就任した。監督就任1年目の1992年は76勝86敗で負け越したが、翌1993年は88勝74敗と、チームは5年ぶりに勝ち越した。1994年は、シーズン途中の8月12日から232日間に及ぶ長期ストライキが行われ、ポストシーズンが行われなかった。 70勝43敗、地区1位の成績でシーズンを終え、最優秀監督に選出された。1995年には、ワイルドカードで1981年以来となる、プレーオフ進出を果たした。なおこの年には、後に、コア4と呼ばれる、ヤンキースの中心選手であるマリアノ・リベラ、アンデ・ペティット、デレク・ジーター、ホルヘ・ポサダの4人をデビューさせている。 1995年11月に1998年からエキスパンションにより MLB に加わるアリゾナダイヤモンドバックスと契約。1年目は65勝97敗と負け越したが、1999年には100勝62敗でプレーオフ出場を果たす。ダイヤモンドバックスの監督最後のシーズンとなった2000年は85勝77敗で築3位に終わった。 2002年10月11日にテキサスレンジャーズの監督に4年契約で就任。2004年に前年を18勝を上回る89勝73敗で2度目の最優秀監督に選出された。シーズン終了後には3年契約に合意し、2009年まで契約延長した。データ重視の緻密な野球を持ち味としているが、管理主義が選手から不評だった。 現役選手を対象にしたアンケートのメジャー最悪の監督は誰かという問いに2005年は450人中 13%2006 年は470人中15%の選手がショーウォルターの名を挙げた2005年はフランク・ロビンソンと共にワースト対2006年はロビンソンに次いでワースト2位だった2006年シーズン終了後 契約を満了する前に解任された。その後は ESPN の解説者を経て、2010年7月29日にボルチモアオリオールズの監督に就任した。2012年にチームは地区2となり、15年ぶりの勝ち越しとポストシーズン進出を果たした。さらに2014年は17年ぶりの地区優勝に導き、3度目の最優秀監督賞を受賞した。 2016年は地区2位体でワイルドカードとなるもブルージーズに敗れて地区シリーズ進出はならなかった。2018年10月4日 GM のダン・デケットと共に辞任を表明した。これまで監督を務めたチームのウチアン・キース・ダイヤモンドバックス・レンジャーズの3球団はショーウォルターの退任後時代の監督のもとでワールドシリーズに進出している。ありがとうございます。